第64回ユーロビジョンソングコンテストは2019年5月にイスラエルのテルアビブ開催された。ポルトガルのリスボンで開催された前年の大会でイスラエル代表のネッタが優勝したことによりイスラエルが大会の主催を獲得した。イスラエルで大会が開催されたのは1979年及び1999年大会に続いて3回目のことであるが エルサレム以外で開催されたのは初めてのことであった。エキスポテルアビブを会場とし、準決勝は5月14日と16日に、決勝は5月18日に行われた。今大会には前回大会に出場したブルガリアとウクライナを除く41カ国が参加した。ブルガリアは代表団のメンバーが他のプロジェクトに関わることになったため、 またウクライナは出場予定であったものの国内予選に、まつわる論争が原因で出場を辞退した。この大会の優勝者は、アーケードを歌ったオランダ代表のダンカン・ローレンスで、オランダが優勝したのは1957年、1959年、1969年、1975年に、続いて5回目のことである。また、2016年と同じく、 優勝国は審査員病では3位、視聴者病では2位と、いずれにおいてもトップにはならなかったものの、合計点により優勝となった。上位5位までには、イタリア、ロシア、スイス、スウェーデンが入賞した。北マケドニアは7位、サンマリノは19位と、両国は2019年時点での最高の順位となった。イスラエルは決勝で23位となったが、開催国が 下から数えて5位以下となったのは2015年以来のことである。本大会では投票に誤りがあり、ベラルーシの審査員病が放送の3日後に修正された。審査員病と視聴者病の合計点による上位4カ国の順位には影響しなかったものの、放送時にはスウェーデンが審査員病で1位だと発表されたが、実際には来た。 マケドニアが1位であったことが判明した。また、会の順位にも若干の変化が生じた。欧州放送連合によると視聴者数は1億8200万人であった。前回大会より400万人減少したものの、15から24歳の世代では2%の増加が見られた。今大会は、イスラエルのテルアビブで開催された。イスラエルが 開催国となったのは3回目のことである。パビリオンにオブエキスポデンワービブ今大会は、エキスポテルアビブのビタンににおいて開催された。この会場は2015年1月に完成し、1万人の観客を収容することができる。エルサレムハイハイエラートテルアビブ開催地の候補となった都市。青が開催地、緑は最終候補、赤は落選。 リスボンで開催された2018年大会において、イスラエルが優勝した直後、ネッタとイスラエルのベニヤミン・ネタニヤフ首相は、イスラエリーパブリック・ブロードキャスティング・コーポレーションにも、欧州放送連合にも承認は受けていなかったものの、2019年大会がエルサレムで開催されると発言した。また、エルサレムは、観客席が足りないことが、理由に、 1979年及び1999年大会の会場であったインターナショナルコンベンションセンターでは開催できないことを発表した。2018年6月18日にネタニヤフ首相はイスラエルは欧州放送連合が定める会員放送局としての要件を満たすことによりコンテストの開催に影響が生じないと発言した。 IPB 氏の設立に際しては別の事業体に報道部門を委任することとなっていたが、これは欧州放送連合が定める加盟局は自前の報道部門を持たなければならないという条件に反するものであった。その翌日にイスラエルが大会を主催することが正式に発表され、2018年6月24日に開催地の立候補の受付が開始された。 マイケル・オレン大臣は、エルサレムが開催に必要なリソースがないために、テルアビブが会場になるであろうと2018年7月28日に発言した。2018年8月27日の週に、欧州放送連合の責任者であるユン・ウラさんとスタッフは、エルサレムとテルアビブの会場候補地を訪ね、また同じく立候補している都市のエーラーとの説明を受けた。 8月30日にサンはアイプビッシュとの面談においてエーラート開催地候補から外しエルサレムかテルアビブのどちらかとなると表明した。また、欧州放送連合の加盟国の間で本大会をボイコットするような深刻な動きは見られないとも話した。2018年9月13日に欧州放送連合はテルアビブのエキスポ電話アビブを会場とすることを発表した。 ユーロビジョンビレッジは、大会開催時期の数週間設けられ、ファンやスポンサーを対象とした大会の出場者や、地元のアーティストに夜を楽しめる、公認のエリアであり、また、大会のパブリックビューイングの会場でもある。今大会では5月12から18日の期間、テルアビブのチャールズ・クローア・パークに設けられた。ユーロクラブは、大会出場者が出演する公式なパーティーや私的な、 イベントの会場である。ユーロビジョンビレッジとは異なり、ユーロクラブへの出入りは、許可を得たファンや出場国の関係者と、マスコミ関係者に限られている。今大会では、テルアビブ校のファンが11に設けられた。すべての出場者や、その関係者が、マスコミやファンに紹介されるイベント、オレンジカーペットは、ハビマスクエアで2019年5月12日19時に開催された。 それに続き、チャールズ・ブロンフマンをオーディトリアムにおいて、開会式が実施された。コンテストのスローガン、デアー・ツー・ドリームは2018年10月28日に発表された。ロゴや、四角デザインは2019年1月8日に発表された。四角デザインは、オーサム・デンワ、アビブと、スタジオ、アダン・フェインベルクにより制作されたもので、テルアビブに向かう。 未来の星を三角形の重なりによりかたどったものであった。ポストカードは2019年3月から4月にかけて、トイのミュージックビデオの監督でもあった、ケレン・ホークマの監督により撮影された。各国の出場者がイスラエルにある時刻と似た場所を訪れ、出場者の頭上に現れる CG の再生ボタンを押し、踊った後でカメラに向けて、 その再生ボタンを投げると国旗が投影された会場の天井へ飛んで行くという演出であった。4名の司会者。左から、アッシアザール、バー、ラファエリ、ルーシー・アイブ、エレス・タル、テルアビブ、2019年5月16日、2019年1月25日に、準決勝と決勝の司会者4名が発表された。タルとラファエリが、主に進行を務め、 アザールとアイブはグリーンルームを担当した。出場国の組分けの抽選は2019年1月28日に電話アビブミュージアム・オブ・アートにおいて行われた。出場国のうち準決勝を免除される6カ国を除いた36カ国が過去の投票傾向をもとに6組に分けられ抽選が行われた。この方法により特定の国々が互いに投票し合う。 ブロック投票を避け、準決勝の緊張感をより高めることができる。また、直接決勝に進出する6カ国がどちらの、準決勝を放送し投票するかも、この抽選会で決定された。この抽選会は、大会の司会者でもあるアザールとアイブが司会を務め、またこの場で前回大会の開催都市であるリスボンから、テルアビブ液晶が手渡された。 2019年3月30日に欧州放送連合は2016年大会以来決勝で実施されている特典の発表方法を変更することを発表した。審査員病は従来通り各国が12点を与える国名を中継で発表されるが今大会では視聴者病については審査員病の得票が少ない国のものから発表されることとなった。2019年4月8日に 決勝の幕合いにマドンナが出演することが発表され、後にパフォーマンスされる曲は、フューチャーと、ライクア・プレイヤーとその時点で未発表であった、ダークバレーの3曲であることを発表した。準決勝1のオープニングでは、ネッタが優勝曲のトイの新バージョンを、またダナインターナショナルが、ブルーノ・マーズの、ジャスト・ザ・ウェイ・ユアーを披露した。準決勝2では、シャール・バ・バンドが、あ ミリオンドリームズを披露し、メンタリストのリーア・スーシャードが出演した。決勝には6組のユーロビジョン出場者が出演した。幕愛のスウィッチソングでは、コンチータ・ブルスト、モンス・セルメルロー、エレニ・フレーラ、ベール・カセルジューチュカが出演し、最後にその4名が、ガリアタリと一緒に、アタリの優勝曲である、ハレルヤを歌った。その後、オネタが新曲のナ、ナバナナを披露した。 また、オープニングには、過去のイスラエル代表アーティストとして、ネッタ、ダナインターナショナル、ナダブ・ゲッチ、イラネット及び1977年の4名と、シンガーソングライターのイダン・ライヘルが出演した。女優のガルガドットも短いスキットに出演した。準決勝1に、参加準決勝1で、投票準決勝2に、参加準決勝2で、投票を2018年11月7日に、 欧州放送連合は42カ国が今大会に出場することと財政的な理由によりブルガリアが出場しないことを発表した。あとに、ウクライナが2019年2月27日に出場を辞退することを発表し、最終的に出場国は41カ国となった。1998年以来マケドニア級ユーゴスラビア共和国として出場していた北。 マケドニアが新たな国名で初めて出場することが2019年3月6日に発表された。今大会には5組のアーティストが同じ国の代表として再出場を果たした。ロシア代表のセルゲイ・ラザレフとサンマリノ代表のセルハとは2016年にもそれぞれ同国の代表として出場した。ハンガリー代表のパーパン4つは2017年に 同国の代表として出場した。北マケドニア代表のタマラ・トデフスカは2008年に同国の代表として出場し、また2008年及び2014年には同国のバックコーラスを務めた。セルビア代表のレベナ・ボジョビッチは2013年に同国代表のモイエさんの一員として、また2007年にはジュニア・ユーロビジョン・ソング・コンテストにセルビア代表として出場した。 リトアニアのユリー・ベクレンコは、2013年と2015年に、リトアニアのバックコーラスとを務めた。他にも、過去の出場者が自国、または他国のバックコーラスとして出演した。2018年ジョージア代表であった、イリアオのメンバーミヘイル・ジョバキシュビリーは、オトネムサゼのバックコーラスを務めた。2007年スペイン代表であったディー・ナッシュのメンバー、ミカル・ヘネットは、 ミキのバックコーラスを務めた。2015年ミストニア代表であったスティグラスタはビクトル・クロネのバックコーラスを務めた。2018年セルビア代表のバルカニカのメンバーマラガン・ルキッチはネベナ・ボジョビッチのバックコーラスを務めた。2002年ミストニア代表のアンナ・サーリーンはイギリス代表のマイケル・ライスのバックコーラスを務めた。なお、 アンナ・サーリンは1999年のスウェーデン、2000年、マルタ、2016年オーストラリアのバックコーラスを務めた経験もある。2017年クロアチア代表、ジャック・ホーデクは、ロコのバックコーラスを務めた。2018年フランス代表マダム・ムッシュのメンバーであるエミリ・サットは、ビラル発射2のバックコーラスを務めた。 2015年ジュニアユーロビジョンソングコンテストのマルタ代表として優勝したデスティニー・チュクニエレはミケーラのバックコーラスを務めた。2019年5月14日に開催された準決勝1には17カ国が出場し、10カ国が決勝に進出した。出場国に加えてフランス、イスラエル、スペインの3カ国が投票した。 当初、ウクライナは準決勝1の後半に割り当てられていたが、国内予選での論争により出場を辞退した。2019年5月16日に開催された準決勝2には18カ国が出場し、10カ国が決勝に進出した。出場国に加えてドイツ、イタリア、イギリスの3カ国が投票した。スイスはスケジュールの都合上あらかじめ準決勝2に、 割り当てられた。決勝は2019年5月18日に開催された。決勝には26カ国が出場し、41カ国が投票した。宗教政党による政党連合である朝政党派のユダヤ・トーラ連合の代表であり、ミニスター・オブ・ヘルスの元大臣であるヤコーブ・リトスマンは、2018年5月14日にイスラエルの観光、通信、 文化及びスポーツに関係する賞に対してコンテストの開催がユダヤ教の法律に反することがないようにとの要望の手紙を寄贈した。この法律では金曜日の日没から土曜日の日没が暗息日と定められており土曜日の22時から行われる決勝の開催はそれに違反しないものの金曜日の審査員向け公演と土曜日のリハーサルは法律に違反するとされた。 欧州放送連合でコンテストを担当する委員会の委員長はこのことを認識していて、アイプビシ、カンと連絡するとした。準決勝2の幕合いに出演したシャールババンドはイスラエルの国内予選に出場していたが、もし優勝した場合には同様の理由で、土曜日のリハーサルが行えないとして、国内予選への出場を途中で辞退した。 イスラエルでの開催が決定したことにより、エルサレムが会場となる可能性が生じ、ボイコット、投資撤収、制裁運動の活動家が、ヨルガンガー西岸地区及び、ガザ地区に在住するパレスチナ人に対するイスラエルによる扱いに抗議して、大会をボイコットするように呼びかけた。複数の国内予選は、コンテストのボイコットを呼びかける BDS 運動の支援者により妨害された。 例えばフランスの国内予選の準決勝にではボイコットを呼びかける看板を持った者がステージに侵入しスペイン、ドイツ、デンマークの国内予選でも会場の外でボイコットの呼びかけがなされた欧州放送連合は後にすべての国の放送局に対してこのような妨害活動の可能性がありそれを防止するように特別魔文書で通知した2019年3月には LGBT の活動グループがイスラエルのピンクウォッシングへの抵抗として大会のボイコットを呼びかけた。また2019年4月にはスティーブン・フライやシャロン・オズボーンなどの有名人100人はボイコット運動に反対する声明に署名した。2019年2月23日に行われたウクライナの国内予選の決勝の際にウクライナ国営放送が 審査員と視聴者による投票結果を変更する権利を有するということが発表された。マルーブの優勝が決定した後、ウクライナ国営放送は、彼女のマネージャーに契約書を送り、ウクライナ代表として出場するためには、今後のロシアでの公演をすべてキャンセルするように要求し、その回答期限を48時間以内とした。二千十九年二月十四日にマルーブは、 ウクライナ国営放送から、同局の許可なく、ステージ上でのアドリブを行ったりやジャーナリストと接触したりすることを禁じられていることと、また同局からのすべての指示に従うことも契約に含まれていることを公表した。その後、ウクライナ国営放送は契約書のすべての内容を公開した。もしこの契約書にある項目に一つでも違反することがあれば、 マルーブは200万フリブニャの罰金が課せられることとなった。マルーブはまた、ウクライナ国営放送が、旅費も含め大会参加にかかる費用を一切、負担しないことも公表した。2019年2月25日に、マルーブとウクライナ国営放送は契約の合意に至らなかった、ためマルーブが、ウクライナ代表として大会に出場しないことと、代わりに、別のアーティストが、 大会に出場することを発表した。国内予選で2位となったフリーダムジャズと3位の数かも出場を拒否した。このことは国外の主要なメディアでも報じられ、ウクライナ国営放送は正式に本大会への出場を辞退することを2019年2月27日に発表した。チケットの価格についてはイスラエルの国内外で批判が起きた。 イスラエルのオンライン新聞であるザ・タイムズ・オブ・イスラエルは今大会のチケットがおそらくこれまでで最も高額だと報じた。高額となった理由は、イスラエルの物価の高さとイスラエル政府がユーロビジョンに財政的な支援を行わなかったこととされた。会場は1万人を収容することができるが、ステージのサイズと機材や保安上の都合で実際には7300席しか、 もけられず、そのうち3000席は欧州放送連合により確保されたために、その残りの4300席しか販売されなかった。2019年3月3日には、官の監督委員会によりチケット販売の不正が見つかり、チケットの販売が中断された。イスラエルのメディアによると、本来の価格の2倍で、チケット転売されていることが確認された。 2019年3月14日にチケットの販売が再開された。不正に購入された220枚のチケットは無効化され、二次発売の際に販売された。準決勝1でのサイバー攻撃準決勝1で、ハッカーによるサイバー攻撃があり、反イスラエル的な文言を放送した。この事件については、アイプビシ、菅及び欧州放送連合により調査が行われ、アイプビ 官は、この問題はすぐに解消された。数分にわたって攻撃を受けたものの、それほど多くの人の目に触れなかったはずだとの声明を発表した。準決勝1の技術的な問題準決勝1の中継では、複数の放送局でトラブルが生じたと報じられた。オランダと北マケドニアの視聴者は、会場のコメンテーターの音声が,が聞こえなかった。ポーランド国営放送は、 テルアビブにいるコメンテーターからの音声が届かなかったことからワルシャーにいる別のコメンテーターによる放送を行うこととなった。その他、ドイツとイギリスでは一部が放映されず、フランスはポルトガルとベルギーのパフォーマンス中に音声の問題が生じた。同様のトラブルは2011年大会でも生じていた。ノルウェーの審査員向け公演審査員向け公演でのノルウェーの出番で、 二つの技術的な問題が立て続けに起きた。まず画面が黒くなり、その画面が元に戻った後でカメラマンが画面に映り込んだ。ノルウェー放送協会は欧州放送連合に対してやり直しを求めたが却下された。審査員病の詳細が公表された後で3名の審査員が準決勝において逆の順位に投票したことが発覚した。 そのうちの1名は準決勝1でのチェコの審査員で、もし正しく投票していれば、ベラルーシではなく、ポーランドが決勝に進出しているはずだった。このトラブルが起きたのは2016年以来に止めである。本大会の開催は進行中のパレスチナ問題の影響を会場の内外で受けた。マドンナによるマクアイパフォーマンスでは、イスラエルとパレスチナの衝突を意図していると、 解釈される演出がなされたり、それぞれイスラエルとパレスチナの国旗を着用した2名のダンサーが出演したりした。マドンナは両国の国旗を使用した目的をパレスチナへの指示ではなく団結と平和への呼びかけだと話した。視聴者病の発表の時にアイスランド代表のハタリのメンバーはパレスチナの国旗を掲げた。反資本主義を自称するハタリがイスラエルによる パレスチナ侵略に対する抗議を目的としたパフォーマンスを行うのではないかという懸念があり、彼らは欧州放送連合から事前に警告を受けていた。欧州放送連合はコンテストの後で役員会において本件について協議すると述べた。その後タりはパレスチナのアーティストであるベシャー・ミューラッドと共に次のシングル曲を制作することを発表した。ありがとうございます。